皆さんごきげんよう。新あなたの知らない東北の佐藤です。さて、小学生の皆さん、もうすぐ夏休みも終わりますが、自由研究は進んでいますでしょうか。今回は豆から豆腐を作ってみようということで、皆さんに豆腐の作り方を教えていきたいと思います。ぜひ見てください。その前に一つだけお伝えしたいことがあります。それは、自由研究って本当に自由に何でも研究していいんだよということです。研究って言っても難しいんですけれども、星が好きだったら観察して、図書館に行って、プラネタリウムに行って、などなどやってみてください。この動画を見て豆腐を作ってみたいなと思ったら、豆腐を作ってみましょう。では豆腐作り、レッツスタート。材料と使うものを説明します。まずは大豆、そしてにがり、あとお水、それからミキサーと温度計、そして厚手のゴム手袋と木綿ですね。そしてザル。結構ギリギリまで細かくしていきます。弱火で沸騰するまで木べらでかき混ぜていきます。焦がさないようによくかき混ぜてください。急に沸騰しても吹きこぼれそうになったというか、もうちょっとこぼれちゃったんですけど、一旦冷まします。冷まして、ちょっと泡っぽいの取ってから、もう一回温めるようです。で、匂いが豆腐っぽい匂いになってきましたね。大豆ってよりは豆腐の匂いになってきました。2回目火を通していきます。今回使った大豆は山形県産の里の微笑みという品種です。自由研究のポイントその2として、大豆の種類や品種をたくさん調べてみようということです。農水省のサイトなどから見えますので、ぜひ見てみてください。そして里の微笑みっていうのは豆腐作りに向いてるとされてるんですけれども、豆腐に向く大豆と豆腐に向かない大豆の違いって何なのか調べてみたらいいと思います。さて、
鍋に火をかけ終わったのでこしていきます。お、出てる出てる、ポタポタしてます。これでいいのか、なんか全然こされてる感じしないんですけど、でここめちゃめちゃ熱いので気をつけてください。はい、豆乳とおからができました。75度から80度の間で温度を一定に保ちます。もうちょっとですね。いい感じです。その時にじゃあちょっと入れます。にがりをここでとりあえず大さじ1杯入れます。匂いは温泉みたいな匂いですね。大さじ1杯、これを少し回しながら入れるそうです。少しずつ。もう緊張する。混ぜます。それで、あ、固まってきてますね。プルンプルンって感じで、もう一回にがり入れようかなと思ったんだけど、これぐらいでどうやら良さそうですね。ってことで鍋に蓋をします。一回火を止めます。で蓋をして蒸すそうです。ではそろそろちょっと固まってきたかなと思うので、豆腐をこの中でこしていきます。あ、すごいすごいです。豆腐みたい、本当の。もうこのまま食べれそう。こうやってで、重しがないのでこれで重しします。できました。では手作り豆腐食べてみます。こんな感じです。醤油は熊本の醤油でいただきます。うわ、うまそう。はい、ではいただきます。初めて豆腐作りました。お味は、豆腐だ。